トリンプインターナショナルトリンプインターナショナルトライアンフインターナショナルはスイスに本社を置く女性用下着製造販売会社1886年にドイツで設立され現在では女性用下着メーカーとして世界最大規模を誇り日本法人のトリンプインターナショナルジャパン株式会社トライアンフインターナショナルテッドも日本の下着業界で 第2位に位置し、天使のブラ、恋するブラなど、複数のブランドを取り扱っている。トライアンフは、英語の発音では、トライアンフ、ドイツ語の発音では、トリウンフだが、日本語での表記としては、トリンプ自身が称している、トリンプが正式なものである。1886年、ヨハンゴットフリート・シュピース・ホーファーとミハエル・ブラウンが、ドイツホイバッハにて、 コルセットの製造所を設立。当初は従業員6名とミシン6台での出発であった。1890年には従業員数150名までに拡大し、1894年に初めて製品を国外輸出。1902年にはシュピースホーファートブラウンによりパリの外線門を早期させるトリンプを登録商標。その後、インターナショナルが商標に追加される。 後継期の後、1920年代にはクラシカルなコルセットの需要が減少し、会社は並行してブラジャーの製造を開始。1930年代トリンプインターナショナルは、さらにオールインワンの製造にも着手した。1933年、スイスのバート・ツルザフ派に最初の国外支社を設立。東西ドイツの分断に伴い、1949年以降、 トリンプインターナショナルの商標はドイツ連邦共和国で継続されていたが、そこでの事業活動はほぼ停止状態となった。しかし、会社の国際化はその後も進み、1950年代からは、例えば複数のヨーロッパ諸国で死者が誕生。トリンプインターナショナルはさらに1960年からアジア太平洋地域にも拡大し、例えば1963年には日本に、 初の死者が解説となった。当時を知る人はすでにコンツェルン企業の策略的な多重構造を見極めていたが、その中にはタックスヘイブンであるリヒテンシュタインとバミューダ諸島に登記されている会社もあった。1960年代の終わりにはドイツのファウンデーション、下着市場全体に占めるトリンプインターナショナルの割合は約50%であった。 1960年代中盤、トリンプインターナショナルは広範囲にわたってコンピュータ処理を導入。経済危機に伴い、会社は1970年代初頭、時短労働導入を余儀なくされるほどの危機に初めて、落ち位。1969年に開始したパンティーストッキング事業も打撃を受け、早3年後には停止。同時にナイロン繊維やライクラ繊維など、 より軽い生地を使用した製品の製造に初めて着手した。1970年代終わりにはさらにスロギー、スロギーという新ブランドを投入し、以来、コットン高根率の下着や、その他製品を市場展開。1977年、本社はドイツからスイスへと移転。以来、コンツェルンのホールディングの所在地はバートツルツァッハとなる。1986年までに、 売上額は約10億スイスフランに上昇。同時に中国での販売を開始し、さらには1988年から旧東録にて、同国市場向けにライセンス契約による各種トリンプ製品を製造。下着のほか、水着も製造された。フランスのメーカーであるホムとベリサーの買収により、トリンプインターナショナルは男性用下着。 または高級ランジェリーに進出。それと同時に1995年には将来的には親ブランドであるトリンプにさらに注力し、その下に他の全ブランドを組み込むことを発表。1990年代には再び国際的な拡大を図り、1998年からはインド、アタイ陸にも進出している。最も新しい工場としては2001年に ハンガリーのドゥナウイバーロシュに生産拠点を開設。21世紀に入ってからは、同国の市場で、売上高で最大のテキスタイルメーカーの一つとなっている。近年では、自社の新規店舗や、競合他社の買収により、拡大を続けている。2010年には、スイスの下着チェーン店大手のベルドナを買収し、さらにその後メキシコ及び、米国でも販売業者を買収。 米国では、高級小売業者、ジャーネルの株式の過半数を取得し、以来、ニューヨークに3点の直営店を展開している2011年には、ドイツ市会社の株式を取得し、トリンプ社は再びシュピースホーファー家とブラウン家による完全所有となった。日本法人は1964年に設立され、国内でトリンプブランドの下着を製造、販売している。 中でも技術力、新製品の企画開発力が高く中核的な存在となりつつある。天使のブラ、恋するブラなど多くのブランドを発売している。2012年度から2017年度までは二人を起用していた。時流や話題をテーマに自由でオリジナリティあふれるデザインのブラジャーを毎年発表。近年は年2回の発表となっている。世相。 ブラと報道されることが多く、ニュース、情報番組で取り上げられた場合、なお、このブラの販売予定はありませんで占められることが多い。文化活動の一つとして、インナーウェアにまつわる川柳ブラ川柳として誕生。現在は下着川柳として10年以上続けている。過去の入選作品は、インナーウェアに対する切実な願いを込めたものや、 その年の時世を想起させる題材を読んだものなど、バラエティに富んだ句が入選している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。